はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。数年ぶりに、神風エクスプレスを歌いたいと思います。ああ、すべての中、伸ばした腕が、少し震えてる、海岸線個人用、ああ、不安と高揚感、一生チャリして、君は知られてた、未来はそう、風を切る前の前。存在が絶えない現在を。まだまだ風る。ここから捨てるんだって。君の一声で全て始まる。一の三で飛んでいこうか。そしていて構わない。熱を見る夢。エアビタの上、ツツツとエアウェイジティックスプレー、とうとう発信です。ああ、明けた空が、さぞざっている、白いアーチを刺して、僕らは違える、その奇才こそが、足がせなんだ、どうかほどいてくれよ。いつだってそう、忙しい企業のだ。頼まれてないのに今日だって、何十回目かの愛合う夢に刺客。正直うんざりすることもあるけどの、自生してるこの土に根を刺すのかではない。ただらかに羨え。僕はずっと落ちていた。ちょうどその3月の前、予算で生きていた。恋愛だって、未来だって、僕の未来迷わない。飛び方もなんとなくていい。きっと、早朝が長く飛べるや。一の三で合図して目は閉じてる人が笑い、熱を帯びる夢。ラエル闇を出す人が神々でくすぶれ、ストートアチネス。ご視聴ありがとうございました。